シェラジ、君のための。RGO。はい、というわけで今週もやってまいりました。シェラジ、君のための RGO。 今回はですね、またとてもイケメンでイケメン紳士がね、来てくださいました。それでは、イザナムさんどうぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、イザナムです。なんか、紹介が、なんかね、語弊を招くような、なんかちょっと、いやいや、なんていうの？虚言癖か。虚言虚言癖引きないです、別に。虚言癖あんのかな？虚言引きないです、別に。はい、ないですね。よろしくお願いします。お願いします。ナオさんとは、あれですね、スカイブロックのメンバーとか、そうですあとね。は、あれですね、ね、昔。まあ、ちょっとそういうのは、まあ、お口ミフィーちゃんにしてもらって、ミフィーちゃんにしてもらっていいかな。慣れなかったことにします。ちょっと、その辺はミフィーちゃんにお願いしあとます。です。というわけでですね、早速フリートークの方に参っていきましょうか。はーい。レッツフリートーク。なんかそういう BGM とかそういうのないですね。タイトルコールもそのままバッていっちゃう。あ、そうね、バッていう感じですね。みんなによく突っ込まれてます、それは。今回ですね、フリートーク、お題がですね、はい。好きな女性の髪型という。またコアな話が来ました。コアな話がですね、僕的には飯馬の話なんですけど。まあ、誰も、あえて言わなくてもシエル君も分かる、分かってるから。じゃあとりあえずちょっと今回はコメントが来てますので、ちょっと話してみるんですね。はい。ルンルンネーム、ノア君さんですね。ありがとうございます。はい。好きな女性の髪型、私は女性ですが、黒髪ロングストレートの綺麗な女性髪の人は憧れますと。はい、はあ、はあはあ、いいですね。黒い髪で黒髪ロングストレート。そのちょっと待って、いいかい、ちょっといいかい。はいはいはい。そのルンルンネームって何？ルンルンネームっていうのはラジオネームみたいなもんですよ。じゃあラジオネームでよくない？あ、大丈夫です。これはルンルンネームとして通してる、大丈夫です。ご利用しで一回目。これはご利用しで一回目です。これ、はい、一回目からやるつもりです。ルンルンネームな、誰さんですか？ノア君さんですね。ノア君さん、はい。はい、で、好きな女性の髪型は、黒髪ロングストレート。はい、黒髪ロングストレートというわけでね。いいですね。いいですね。ロングは、どの辺がロングに当たるのかな？まあ、とりあえず、あれっすね、結べるようになったらロングなんじゃないですかねって思う。そんなこと言ったらさ、ショートヘアだって結べるじゃん、一応。いや、なんですけど、結べて、まだ余裕がある人。さっきしてるな。はい。僕的にも黒髪ロングでもいいし、とかロングの定義がいまいちわかんないですけど、どのぐらいかな、腰あたりまで長い人がいいかな。それはまたすごいことになりますね。腰だよ、腰。腰ですか？背中。あ、背中。そんぐらいですか、ね、から腰にかけて。肩より長いっていうのは定義なんじゃないですかね。そうかな。でもセミロングみたいな感じの話もあるか。セミロングって話があるか。セミロングって話がある。ちょっとその辺よくわかんない。ぐちゃぐちゃして。確かによう分かんない。よく考えてみればわかんないですね。難しいよね。難しいですね。どっからどこなんだろう。ただまた後で調べて。長えなって思ったらもうロングなんじゃないですかね。それで行こうか、もう。これで行きましょう。これで生きていくか、俺らは。まあまあ、いいですね。黒髪ロング、いいですね。いいですね。清楚な感じでいいですね。清楚な。まあ、アニメキャラで届いたら、まあ、男子高校生の日常の文学少女とか。わかんないわ、その問題だ。じゃあ、私の、俺の妹はこんなに可愛いわけがないの、黒猫とか。あ、わかんねえわ。はい、次行きましょうか。あ、にゃむさん、好きな女性の髪型は、はい、僕も同じくですね、黒髪ロングストレート、セミロングストレートがいいかな。なんか、いいですね。日本人って感じがして。日本人ですね。なんかね、いいよね。風でこう、なびく様とか。そっから来るシャンプーの香り。いい香り。わかります。いい香り、ね。いい。それがなんかいいな。素晴らしいです、ね。ありますね。そうですね。
まあ、僕の話は聞きますか、とりあえず聞きますか、俺の髪の話を。まあ一応今回初めて知る方もいるかもしれないから。ああそうですね、僕はですね、いやシエル君は誰、どんな髪型が。僕は、まあ、晩年のポニーテールが、まあ、まあ一番出ました、ポニーテール。とポニーテールと、まあまあ、まあサイドテールもちょっと髪型というところがあるんですけど。ああ出ました、はいはい。あの良さっていうのはですね、はい、まあ、とりあえず髪で、あの歩くたびにこうね、横にサーンサーンと、あの、うんうんうん、あの振り子みたいな感じにね。そうですね、あれ、まあ、あの何ですけど、ちょっとイメージ的にこう風紀委員長とかがこう、あスタスタしながら来るっていう状況がちょっと憧れの憧れの。あのシエル君は基本 M だからね。S 付けのある女性が好きというか好み。なんかどちらかというとこう引っ張ってくれるタイプは好きですね。確かに。最近も僕思いました。あ、引っ張ってくれる方がいいなって。なるほどね。うん、性癖引っ張れちゃった。そうです。ところでね、やっぱとりあえずは、あの、いくい、はい、であの、ポニーテールでもさ、あの結び方というか、あの、何ゴムは何がいいの、ヘアゴム。いいとこに聞きました。あの黒いそのまま全く目立たないような人もいるし、はい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 、あの種子とかでめっちゃ大きくてさ、ピンクで可愛らしい種子でポニーテールにしてる人とかもいるんですよね。僕ですね、どっちがいい。あのですね、いい質問が来ましたね、うん、ですね。あれなんですよ、俺小物っていうのがあんま好きじゃないんですよ。あ、好きじゃない。だからまあ黒の、黒のヘアゴムですね。ああのいるじゃないですか、頭の上になんかでかいキティちゃんみたいな。ああいうの、あれはちょっと、まあ、あちょっとあのアホなんちゃいます。それはちょっとあんまり。コアクマとかの、うん、あれもついてたりするし、指とかついてたりしますよ。それカチューシャじゃない、角的の。いや、いるんです、違うんですよ、カチューシャじゃないんですよ。あのゴムで、ゴムっていうか、あゴムじゃないな、あれは。どうなのかな、カチューシャじゃない、カチューシャ。ポニーテールのあの縛るやつはもう、やつは、あとはヘアゴムじゃないの。ヘアゴムですよ。うん。やつですね。ヘアゴムってその何、あの角みたいな。角みたいなの。角は、うん、ことイメージが。角は多分カチューシャっすね。語弊っすね。すいません。ほら、そう。ちょっと寝起きなんで。あ、散々待たされましたね。あ、申し訳ないです。多分おこだって言われるんじゃないかなと俺思うんですけど。まあまあ、でも僕はですね、はいはい、あの、まあ、シュシュとかの方が。意外と好きかな。ああ、なるほどなるほど。なんかいい感じしません？いい感じというか、その、俺なんて言えばいいんだろうな、シチュエーションによって、黒い髪とかで、ああ、そのまたなんか色がまた生えて、うんうんうん、ワンポイントでなんか差し色みたいな感じかな。そういうのもなんかいいよねって。で、あと、うんうんうん、あのポニーテールにしないときはなんか手首とかにシュシュつけてる方もいらっしゃるんで、うん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 、そういうのもまた、お、またちょっと何、おしゃれやなみたいな。ああ、いいですね。結構シュシュはね、なんか黒いヘアゴムだったらなんか手首につけてたらどうしたんおめえみたいな、なんけど仕事に行かなんかですかみたいな感じね。なんか怖いよね。そうですね。だからシュシュの方が僕は好きかな。あの、なんですけど、場合によるシュシュが好きですね。場合によるシュシュ、急ぎ目のシュシュ、急ぎ目のシュシュとか急ぎ目のヘアゴムとか、あの、何それ、ご飯を食べてる時とかですよ。うんうん。噛みつくじゃないですか、ご飯つきそうになるんですよ。で、あっって言いながらこう髪を結んで、こうヘアゴムとかのシュシュを口に加えて、こうやってこうやる仕草がこう、まあ、まあ、慌ててる仕草がいいですね。そうですね。なるほど。いいねこれって、あの Facebook のいいねをしたくなるけどね。本当にあれはちょっと Facebook のいいねボタンはちょっとシエル君のところだけはちょっとあの排除されてるんで、まあとりあえず、まあ、ポニーテールをブスッとできればいいかなと。それはもうちょっと言わない方がいい。そうですか、あ、分かりました。詳しくはウェブで、ウェブで調べて、ツイッターで、なので俺のツイッターしてツイートしたら、フォローしたらいいんじゃないですかね。まあ、そのうちボロが出るでしょう。そのうちボロが出るでしょう。では続きまして、おすすめいきましょう。はい、おすすめはですね、今回は今回は僕たちはおすすめのお菓子についてちょっと話していきましょうかね。はい、お菓子、はい、伊沢さん、そうだ、お菓子なんだろうね、お菓子っていうとね、はい、
でもいろいろなお菓子食べるんですけど、なんか、なんだろう、チョコ系とかよりかは、あの、スナック菓子の方が僕は全般的に好きで、はい、なんだろうな、最近食べた中で、なんか、これは一番だったな、ココナッツサブレがもう。ココナッツサブレ、いいですね。あれね、うまいんだよ、いいですね、あれ。ココナッツサブレって、あの、結構ボリュームあって、ココナッツ。はいはいはい、の風味がするビスケットみたいな感じなんですけど、牛乳との相性が抜群で、本当にですね、もうね止まらなくなっちゃって、あ、わかります、気づいたらもう一箱ないみたいな、夕飯食べれなくなっちゃう、わかります、ね、あのアイスもありますよね、本当に美味しいよね、あれ美味しい、いやあれは美味しいですね、ね、あのどうですかシエル君は何か、あ、僕ですか、僕はですね、はい、案外いろんなところで言ってると思うんですけどですね、あの、はい、ハッピーターンってあるじゃないですか、出たー、ハッピーターン、ハッピーターンですね、違うんですよ、これがまた普通のハッピーターンじゃなくてですね、はい、あ、普通じゃない、口どけハッピーターンっていう、ちょっと何それ、1キッパちょっと高めのやつなんですけども、あのですねとりあえず、あの、あれなんですよ、いや、あの、なんだろう、軽いっていうか、あの、口どけするんですよ、ハッピーターン、ハッピーターンの口どけ、はい、口どけハッピーターン、まあ、で、またなんかゴージャスな、あの、あの、鳥、あのですね、袋に入ってないんですよ、あの、袋に入ってない、あ、なんか一つずつ梱包されてる、一つずつじゃないんですよ、あの、開けたらもうポテチみたいな感じで、あれ、バッて出てるんですよ、口どけハッピーターンで、その辺はちょっと手抜きなのかな、ちょっと手抜きなんですけど、でもその分その分ですよ、あの、ハッピーパウダーがですね、もうすっごいついてるんですよ、へえ、これは本当に美味しいですね、美味しいな、それ絶対、これは本当ぜひおすすめですね、もう、あの、コンビニとかスーパーに行ったらぜひちょっと見てみてください、ああ、ちょっとお高めですけど、ちょっと1キッパちょっとお高めですけど、ね、ちょっと奮発して買ってみようかな、なんか美味しそうだから、テスト終わった後だとか、なんかちょっと自分にご褒美与える時とかにちょうどいいんじゃないですか、ああいいですね、またあのあれですね、飲み物関連で言うと、ちょっと炭酸関連とちょっと相性がね、ああ美味しそうですね、いいんですよ、これサイダーとかいいんですね、いいですね。じゃあサイダー。はい。まあ、おすすめですね。今回のコメントが来ております。はい。私たちはちょっとお菓子の話をしてたんですけどもですね。はいはい。前回ですね、僕がですね、おすすめの部品とか来たら絶対コメントを紹介してやるよと、やんよと言ってたんですけども。はい。あのコメント読んでいきましょうか。ルンルンネーム新井蓮太郎さん。はい、僕のおすすめの部品は、イヤホンなどの、音量調整の部品です。あのカチカチするのは何かハマりますと来ましたよ、ついに音量調整の部品、なかなかコアですね、またコアなとこついに、ね、でもあいつ便利っすよね、とりあえずそう、音量調整できるんですよ、あのカチカチのところでめっちゃけ普通のコードのイヤホンしか使ったことないんで、そうですね、僕もないです、あんまりないんでね、あれも好きですね、どうなのかな、これイヤホンだったらあれも好きです、はい、電話とかかかってきてこうポチッと押したらこう電話に切り替えられるイヤホンあるじゃないですか、あのなんだっけ、ボタンポチッと押したらなるやつがあるんですよ、僕のイヤホン今それなんですけども、であとなんか鉱石のもの、曲止められたりとかするんですよ、でこいつは、あ、それ便利かもしれない、これ便利です、これ結構便利です、ね、まあ、ただ音量調整か、音量調整のには俺はこっちの方がちょっといいですね、好きですね、おすすめこれは本当に音量調整ね、うん、そっちの方が結構便利かな、でも音量調整はあのいちいち携帯とかスマホを、うん、で聞いてる場合とか、いちいち取り出すのがめんどくさい時とかには便利そうですよね。なんか人から話しかけられてきた時とか、わかります。あれみたいなね、あるよね。でなんか車通りが多いところで大音量で流してるとさ、うん、あの車の近づいてくるとか全然わかんないからちょっと危ないじゃん。ヒヤッとすることが結構あるんですけど、そういう時には使えそうですね。本当ですね。あ、それも両方あったらいいんですね。終わったら両方やってんの、でもちょっとお値段張っちゃうのがまた、ね、またまあ確かにね、難しいとこなんですよね、そういうのが、いや、もう悪いとこです、まあお好みで
ですね、もう、はい、お好みですね、とりあえず個人のもう使いやすいものを選んだ方がいいかな。そうですね、イヤホンとマイクはそうですね。というわけで部品ですね、ちょっとこれからも部品ちょっと期待ですね部品な、部品またマニアックだったな。マニアックなところをついてきましたけど、しかも、はい、で今回のコメントはこれだけと、まあはいはい、部品かと、まあ、部品ね、ここねパソコン見ながらちょっと笑ってましたよつって続いて、もしも〇〇ならというわけで、はい、今回ですねまたコアな内容ですね。もしも異性だったらというまあはい、まあまあ、髪型に続きないか、僕は司令課で、まあ、ヤムさんはヤムコードああなるほどね、はい、だったらヤムさんどうですか、異性だったら。異性だったらって言われてもな性格的には何も変わらないと思うから、まあ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 普通に本当サバサバ系女子みたいになっちゃうかもしれない。風紀員的な、それこそシエル君はまあねちっこいからヤンデレ、まあそのシエカあたり、いやでもなんであんなにヤンデレキャラがうまいのびっくりするぐらいうまいじゃん。そうですか、ちょっと今やってみる。やめときますやめとくの。ちょっとね視聴者の皆さん気になってる。いややめときます。シエカかの本当にいやいやいやいけつないほどのエスいな、今日も今日はエスいなひどいひどいひどい広くない広くない、みんな気になってる、みんな気になってる、エスいな今日、本当にね今はここでね、あのシエカ披露しなかったらこの今度このコメント欄をね、はい、なんでシエカやらなかったんですかっていうコメントで、いや多分肝のコメントで終わると思うんですけど、ね、どっちどっち、あじゃあちょ最近ヤンデレ男子っていうのを練習してるんですよあ話そらすなよ、シエカです、シエカですか、シエカですか、よし、どういうセリフが言ってたら、どうしようかな、まあ、このテロップ入れないといかなくなるじゃないですか何がいいかな、ヤンデレっぽい、ヤンデレっぽい、あなんだろうね、なかなかヤンデレもねヤンデレ自体あんまりわからないしな、アニメとかでヤンデレとかあんまり見ないしね。マジっすか、うん、なんだろう、どうする、なんかあるかな、調べてみますか。いや、ちょっと待ってください、今ちょっと制服考えてますんで、おう、なんで俺はあれなんですかね、ラジオ中に俺はセリフを考えないといけないんですけど謎現象すぎてちょっとおかしいんですけど、まあまあとりあえずですね、今回セリフ考えました。いいのね、あ、大丈夫大丈夫、あったよ、 ありました、うん、はい、どうなんだろう、これは長くないっすかどう、あ、いいっすけど、でもこのぐらいやってもらいましょう。じゃあシエル君で、ヤンデレシエカです。3219。なんで無視するの、あの女とは話すのにうちは無視するんだ、あの女が邪魔なんだね、じゃあ消さなきゃ、二度とあなたに近づかないように殺さなきゃね、という、はい、こわっおこう、いや、聞きましたか皆さんも。こんなの毎回毎回会議通話で聞かされてるんですよ。いや、俺変人みたいなことやめてください。そう危ない人みたいなことやめてください。あ、危ない人って思ってて、常にもうこんなことばっか考え。そうですかね。確かに恐ろしい。僕の書いてる小説。何の話してたんだっけ。何でしたっけこれ。ヤンデレ、なんでヤンデレ、これ何のコーナー、あ、もしも異性、ヤンデレのコーナー、もしも異性、違います、あ、もしも異性、もしも異性、まあシエル君が異性だったらまあこんな感じになっちゃうかな、マジですか、まあ、まず両方とも異性だったらまあ彼氏はできないよね、まあですね俺できたとしても多分ね、か、あの悲しみの向こうへ行くと思うんで多分それかまあちょっと警察からちょっと、そうですね、ちょっと
お世話になっちゃうかな。南沢大災害がちょっと起きたりもする。大災害。やばいな。ね、気をつけた方がいいね、俺らは。そうですね。いずれ、とりあえず彼氏はできないと。できないって結論。はい、こちらも結構コメントが来てますので、読んでいきましょうか。はい。こちら、あ、結構手が一枚と。もしも○○なら、ルンルンネーム、ノア君さんですね、また。ありがとうございます。はい、もしも異性なら、もしも男性だ、まあ、男性だったらですね、ノア君さん、女性なんで。から、はい、男子校に帰ってみたいですね。おう。こればかりは女性に、女子には、通うことができないところなので、男子校が気になる理由は、微妙に男性に失礼な気がするので書けませんと。何を考えてるのかちょっと怖いですね。ちょっととりあえず怖いです。うん、うん、ノア君さんは、はい、異性が、何異性になったらってことで男子校に通いたいってことだから女性の方なのかな。女性の方ですね。はいはいはい。で男子校に行ってみたいと。行ってみたいと。まあね、まあ、男子校はね行かない方がいいよ。いい噂はあんま聞かないですとりあえず。行かないしね。もう僕は共学なんですけど、うん、まあ共学の男子でも基本バカなんで。まあそうっすねとりあえず。でたまにとかまあ。小学でもまあ女子がいるからこうちょっと格好つけるみたいな感じの抑えがまだ効く時があるとそうそうそうちょっと抑えられるんですけど、まあ、男子校になってまあフリーダムすぎてす、ね、まあ収集つかなくなると思いますよ。考えて言うならまあブレーキが小学にあるんですけどまあ男子校はアクセル全開ですもんね。もうぶっ壊れてますもん。ぶっ壊れてます。ブレーキという概念がないから概念がないですもんね。もう多分そんなもんだと思うんですよ全国から。まあ、女子に通うことができないっていうのはちょっとまあプレミア的なのかもしれないですけどね。いやあんな野郎の巣窟なんかプレミアもねそうへったりもないですない。俺はそれその通りだと思います。その意見はもう本当に、ね、あの夢物語じゃないですかね。あのイケメンパラダイスとかいうあのあれとかがあったせいでちょっとなんだオシャンティーな見え方してますけど巣窟ですかみたいなのに言えば本当に野郎の巣窟だからもうやばいですよ。やめた方がいいと思うよ僕は。はい。いやこれはすごいです、はい、これは確かに俺もそれはもうこれはちょっとまあまあやめてた方がいい。まあでもいいかな。夢を見るのはいいんじゃないですかね。いや夢の範囲で収めておくのが一番幸せ。そう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 一番幸せ。それ一番幸せ。万事解決。そうですね。じゃあ続きまして次のコーナー行きましょうかね。はい行きましょう。おこだおーというわけでブンブンというわけではいブンブン、はい、ありがとうございます、ね、はいこちらですね4段階標識で今回っていうか今回もやっていくんですけども、はい、まあ、まあ、4段階というのが結局プンプン丸結局おこじゃないよの4つですね。はいはいでですね今回はコメントが来ておりますので先にコメント読んでいきましょうかね。はいルンルンネーム稲妻さん、シェイさん、はい、ゲストの方こんにちは稲妻と申します。はい、はい、こんにちは。おこだおこちらですね。私は学校の中で、はい、学校の中では影が薄いらしく毎週朝から学校に行ったのに、4時間目になるまで先生が私に気づかないで欠席扱いにされたことがあります。高校なのですが先生が気づいてくれないのはひどいと思います。まあ多少のネタにはなりましたけどね。というわけでこれはきついっすね。辛いっすね。これは辛いっすね。辛いですね。なんだろう。なんかこれはこれはひどいな。これはひどいせっかくね朝みんな眠い目をこすりながらも1年目をちゃんと出て出席日数稼いでるのに、うんうんうん、そう1から4限全部4限目になるまでだから相当です。1から3限目はもう完全に出席扱いになってないです、ね、ないですね。辛いよそれは。しかも高校ってことはあるじゃないですか。先生がこう国語とかの先生で変わってくるから、うん、全員に気づかれてなかったっていう脅威。高校で、うん、高校は担任制じゃなかったから多分担当教科制みたいな感じでなんか心変わっていくものなのかなっていうのは思うんで、だからそういう
学校だった場合はその3人の先生が全員気づいてないってことになりますよね。相当すごいことになりますよね。それ相当すごいですよね。でもある意味もう黒子のバスケぐらいの勢いの僕は影田的な感じになりますけどね。本当に逆にもその特性を生かして、ね、なんだろう、なんかそういう暗殺そうですね、暗殺とか、まあ、そんなまあちょっとやらんのことはやっちゃいけないそう、まあ、そのぐらいはまあ分かったけど、なんだろう、そういうスポーツとかでも本当にそういう黒子のバスケしかり、何サッカーしかり、サッカーしかり、こう団体競技、サッカーしかりね、団体競技とかそういうのは多分強いのかなって今思いましたよ。なんとか気づかないうちに降ってきて、すごいっすね。ね、なんとかこのステルスよ、なんとかこのステルスよ。意味をつけてもらうって、あ、まあでも4段階標識でちょっといきましょうかね。そうですね、じゃあ僕は激おこぷんぷん丸。そうですね、僕もですね、これは激おこぷんぷん丸ですね。これは激おこですね。3人に気づかれてないっていう現状があったらもう相当すごいことになりますよね。そうですね、すごいな。これは怒っていいです。僕はあれですね、学級委員長とかやったんで、はい、気づかれないものあ、そういうタイプ。席もあの教卓の目の前みたいな、うん、教卓の目の前が俺の席だったんですよ。お、ね、昨日気づかれなかったら相当目悪いんじゃねえかぐらいの勢い。視力 0.01 割ってんじゃねえのか、もうお前まず授業これできねえんじゃねえかぐらいと、本当にできねえんじゃねえかと、自分の書いてる字も見えねえんじゃねえかっていう目の先生じゃない限りは。ヤム、ね、さんはどうでしたか。俺はどうだったかな、思い出せないな。僕今中 1? ん3年生中1、はい、中学最年少の、ま、中学1年生、ま、13歳なんですけど今、はいはい、ま、まあね、どの辺だったかな、どこだったかな、結構恥が多かったかな。あー、恥、席替えとかしてもあの左右の端っこの方も結構、廊下側は寒いし窓側は暑いし、廊下側は寒いですね。廊下側、この時期の廊下側寒すぎじゃないですか。鬼畜ですよね。なんか普通のでっかい窓に加えて、なんか足元にちっちゃい小窓みたいなのがあったんですよ。あ、そこの立て付けが悪くて、スースー、あの廊下の隙間風がバンバン入ってきて、足が冷たいのがあるの。これ本当廊下側の席でいいことがあまりないっていうのは僕ないです。夏も扇風機が当たらないっていう、扇風機が上にある、扇風機なんて概念はなかなかったですか。ないですか。一応あるんですけど、あれですよ、廊下側の人間は、あー、リッチやな。目の前の上の方、廊下側の上の方にあるんで、はい、確実に当たんないんですよね。生ぬるい風がこう返ってくるっていう現象が起こってくるから、めっちゃ暑いんですよ。涼しい風が出てきて、そうですね、リターンのこう、リターンの生ぬるいのが、空気のサイクルの一番最後の方にいるから、そうですね、あったかいのしか返ってこないっていう。不審者教室とかの時に確実に不審者に狙われやすいっていう。小学校の時ありませんでした、不審者教室とか。そう、ありましたね、学校に不審者が来た時のありました。なんかさすまただったっけ、あの名前が分かんない、 Y 型のやつ。そう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 、なんかあれでガッチャンで捕まえる、ね、あれなんか先生がめっちゃ持って、すごいかっこいい感じになって、うちの小学校はあれですよ、あの先生が死ぬ定員になってましたからね。なんとか先生は死にました的な。マジかと。うわ、あとあれですね、あのヤンキーっぽいやつがすごい話しかけてきたりとかね、廊下が分からん。ああ、あれなんとかっていねえかみたいな、ね、ちょっとこう ありますね。ちょコミッションの人はこんな感じになるっていう。あ、もうちょっとシュンってなっちゃう。もう一つコメントが来てますので読んでいきましょうかね。はい、続きまして、はい、ルンルンネームゼリアルじいさんですね。はい、おこだお、声変わりで声が低くなりました、声がものすごく小さくなってしまいました。声変わり前は自然とに泣き泣きというわけで、はい、あー、
そうか。そうか。しゃあないんじゃない。え？しゃあないんじゃないですか。でも。しゃあない、まあまあいいと思いますよ。あのまあね、声変わりできなくて悩んでる方もいるし。いますよね。ね、声変わりしても悩んでる方もいるし、まあ人それぞれですけど。声っていうのは本当みんな悩むもんですよ。とりあえず。そうですね。なんか僕の印象ではあのネットを結構。よく利用されてる方はなんか声フェチの方多いなっていうのは感想としてはあるんですよ。ウィス声フェチです。ウィス声フェチですよね。シェフ君も、はい、はい、まあ、僕も言えば、まあ、声フェチなんですけど、ね、コードの声フェチですね。コードな、俺コードの声フェチ、あ、まあ、なんていうの、どういう声が好きかとかそういうのじゃなくて、ハキハキ喋るとかなんかそういう通る声がまあ個人的には憧れというかそういう感じですかね。うんうん、僕もですね。でまあ声フェチの話じゃなくて、話脱線しすぎですね。そうですね。本当に声が低くなり、また声がものすごく小さくなってしまったっていうことなんですけど、はい、本当にね、もう僕は完全に声変わり終わっちゃってるんで。あの、この色よかったですか。はい、あの、まあ、低い声を出そうと思えば、これぐらいの声が出せるんですけど、あの、なんだろうね、本当に、うん、個人的に、はいはい、高い声が出ない。ない。俺、逆っす。辛い。俺、逆。なんか、いや、元、なんだろう、俺、低い声がむしろ出しにくい時あります。カラオケとかはちょっと低い声出せなかったりする時ありますよ。僕の声では、まあ、僕の声。ヒル君は意外と高い声だとは。あ、本当ですか。うん。まあ僕に比べたり、まあ前回のゲストのザッキーさんに比べるとすればね。そうですね。なかなか低い方。っていうかまあ。それに比べればまあチルクが高い方、まあ、そうですね、それ考えたらそうですね。うん、でもね、はい、低くなって、まあ低い方がまああのダンディには聞こえるから、ダンディには聞こえますけどね。そうですね、高いと高いと怖いっすよ。高いのはダセ、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 ダセミス。でも高いのが好きな人もいるし、低いのが好きな人がいるから、まあ、またそうですね、あ、まあ、4段階で決めましょうか。僕はこれはもう正直おっこぐらいかな。激おこよりの僕はまあ、うん、なるほどね、激おこより、はい、僕はまあ別におっこではないかな、おっこではないよと、うん、まあ、あ、その人の魅力ではないよ、まあ普通の子ですね。うん、うん、まあその、うん、うん、個人にしかないから。そうですね。それを、うん、まあ基本的に隣の芝は青く見えるんで。そうですね。ないものねだりなんで人間、自分の良さに気づけば、今後気づいていければいいと思いますよ。そう、はい、それ一択です、本当に。本当それで、本当それだと思いますよ、ね。声ってもうどうにかなりますからね。仕事の、まあ、シエカってあったり、昔シエカやってくれるのかな。やめときますね。まあ、エースだな、今日も。いや、真摯に。盛り上げようと、ちょっと頑張っていい。いや、ね、カラオケとかでも防音練習したとか、防音出たりしますから、ね。自分次第です。です。はい。続きまして、私、Q&A。はい。今回、これ、初コメントをしてくださいました、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃないや、じゃないや、私より Q&A じゃねえよ。え？ネムさんのオッポダウの話は聞いてねえや。え？え？いや、いいよ、いいよ、いいよ。いやいや、よくない、よくない、よくない。ゲスト聞いてますもん、これ、いつも。いい、オッポ、ない、ない、ない。あ、いや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 。シーチ言うならば、はい、シエル君がずっと寝てたことに怒った。すいませんね、これ申し訳ない。結局、ブンブンですよ、それ。結局、ブンブンです。いやいや、ないっすか、なんか。
でも、これ。これ。まあ、僕も今週は起こってることは、ないとしましょう。はい。ないとしましょう。まあ、また。あ、また、うん、まあ、来週、来週さ、来週あたり。はい。いつでも、いつでも。なんで人にさ、を言わす。まあ、いいや。まあ、シェル君のラジオだからいいや。僕のラジオですよ。人に。なんせ、なん、シェル君だ。毎週怒ってたら俺なんか短気な人だと思われるから。たまにはいいんじゃない？いいですよ。そういう。休みましょうか、少しは。怒らない。はい、怒らないようでいきましょうか、今日は。じゃあ、私、エル君で行きましょうか。はい、ごめんなさい、申し訳ないですわ。続きまして、私、エル君と、えい。こちら、相談教室を行います。はい、まあ、今回は質問の方が来てましたね。ノア君様がまた、ルールネームノア君様が、はい、来てくださいました。ありがたいと。セールさんの動画は、ラジオとネタ動画とか、笑いながら見ています。おお、ありがとうございます。本当に楽しそうに笑いながらやっているラジオを聞くのが一番好きです。質問ですね。ドラマや映画は見ますか？見る場合は、どういうジャンルがお好きですかと。なるほどな。ほう、ドラマ。相談室というか、質問というかが来ましたけども。映画ですね。僕は、いや案外映画見る方だと思うんですけども、うん、なんだろう、ホラーと感動ものは日本のまあ、はいはい、日本の映画で、アクションとかちょっとスケールが大きいやつは洋画を見たりとかよくしますけど、で好きな映画はとりあえずすごく僕涙もろいんですよ。とりあえずものすごい涙もろくてですね、この前、まあ、ちょっとアニメ映画でも普通に泣いちゃうタイプなんですけど、うん、あでもアニメも結構ね泣けますよね最近は。そうですね、毎年クレヨンしんちゃんには泣かされてきてますからね。クレヨンしんちゃんいいよね。クレヨンしんちゃんいいっすよね。クレヨンしんちゃん本当に、あれは本当に映画版、映画になったらすごい泣けちゃうよね。あれは本当ドラえもんしか、ドラえもんしかり、ドラえもんのジャイアン継承しかり。あねえ、ジャイアンがめっちゃイケメンになっちゃう。アニメ映画でどんな、ああそうですね、アニメ映画で泣くのは、はい、何かあります？僕ですか、おすすめのジャンル、おすすめジャンル、はい、とりあえずまあ洋物、洋楽のアクション関連は本当にすごいと思いますね。うん、おすすめ洋画はすごい手が込んで、洋画はすごいですよね。僕すごいですね。一番初めてあのスピードを見た時は本当びっくりしましたね。あれはあスピードすごいですね。あれすごいっすよ、ハラハラドキッカンね。でなんかさあれだよね、あの車とかを壊すことにすごいっすね、ね、躊躇がないからさ、そうです、ね、全部迫力、あれ全部 CG か分かんない、あれガチですか、迫力がガチなの、ガチですよね、あれもうえげつないよ、どぎついっすよ、何台車壊しちゃって、お金使ってんの、さすがアメリカって感じします。あのトランスポーターっていう映画があるじゃないですか、あの、うんうんうん、あれであのすごい高級車を爆破させるっていう、あれを見た瞬間アメリカってでけえと思いましたよね。とりあえず超高いやつですよあの車、多分そうです、多分高いよね、うん、あの主人公があのコーラを買って自販機でこう帰ってくる時にこうものすごい爆発が起きるんですよね、あれボーゴーンってなるんですけど、すごい高いんじゃないこれって思いながら、ね、日本じゃできな い, い, い、アクションとかも楽しいですよね。アクション本当好きですね。なんだろう、僕はなんだろう、感動系も本当に最近見たんだけど、あの日見た花の名前、僕たちの形があれをね、あのですね、僕はあの花自体まず知ってたんですけど、はいはい、あの見たことはなかったんです、アニメを。あ、はい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 、
で、その友達たちが、あの花見に行くよ、みたいなこと話してたんで、うん、じゃあ僕も行くわ、って言って、ついてって、映画から入ったんですよ、あの花。で、映画、なんか、リメイクみたいな、なんか、その後みたいな感じの内容だったんですけど、ガチ泣きしまして。あれは、あれは本当に。うん。あの映画、すごかったな、本当に。そうですね。そっから、ハマりましたね。アニメ版も見てですか。アニメ版もそこから全部見て。もう僕も見ましたよ。泣いちゃうよね。僕もニャムさんにおすすめされてみましたね。え？ニャムさんにおすすめされたんですよ、あの花は。あ、そうだっけ。そうですよ。あのバイト、俺あれなんですよ。バイト休みの時にアニメを見るっていうのが一時期すごい流行ってですね。何見ようかなみたいな話をしてたら、はい、あの花いいぜみたいなことをニャムさんに言われて、うん、見て。あれですね、1話に一遍号泣してましたもんね。あれは本当にね、すごいよね。もう最終回なんかもうね、もう止まらないもんね、涙が。もう止まんなかったですわ。止まんない。あの半分あたりからボロボロで真っ赤っかですか。これ、ぜひ見てください皆様。というわけで、イベントじゃねえや。コーナーは全部終わりましたけども、ここからイラスト紹介コーナーというわけで、はい、いつもいつもですね、いろんなイラストを描いていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。早速伊沢さん紹介していきましょうか。はい、いきますね。まずこちらのイラストをドンドン、こちらですね、みゆきさんが描いていただきました、はい、僕ですね、シエラジムシエラ、はい、可愛らしいですね。可愛らしい。この方は多分絵柄的にスカイブロックの方を描いてくださった方ですよね。そうですね、スカイブロック。毎回ありがとうございます。ありがとうございます。そう、可愛らしい。可愛らしいですよね。特徴も掴んでるしね。この文字のところもね、手込んでますよね。俺文字が好きなんですよ。文字いいですよね。あとこのチェツ版みたいなこういう文字。でもこのあと目の描き方とかね、すごい楽しそうでね。そうですね。こう楽しく表情豊かっていうのがこう出てきますね。ねえ、表情がね豊かで本当に。はい。ありがたいな。ありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いての方。はい、続いての方、こちらですね、ドン、はい、結構さっきからコメントを書いてくださいましたノア君さんですね。はい、こちら、水彩画すごいなです、ね、水彩画、はい、シエル君です。かっこいいな、かっこいいな、かっこいい。で、すごい話をするとですね、はい、僕こういう服装でバイトしてるんですよ。どうなの。はい。あの偶然本当俺このイラスト見てびっくりしたんですけど、この服装をしてるんですよ、いつも。こういう服装なんですよ。あの普通にシャツにそのちょっと何か黒いの着て、いつもバイトしてるんで、周りにいるんじゃないかとぐらい思うぐらい本当にびっくりしました。そうなんだ。はい、このすごい髪すごくないですか。髪すごいですよね。この淡い感じの色使いとかね、触れそうですよね。こう RGO っておしゃれです。引っ張れる。おしゃれですね。すごいな。すごい。すごいなしか感想が言えないっていう、この語彙力がなさっきすごい出した。いやもうすごいなぐらいしか言えないですね。いやもうなんかすごすぎて驚きです。本当にすごい。すごいな。すごい。ノア君さん、ありがとうございます、本当に。語彙力が追いつかなくて、本当に申し訳ない。申し訳ないですね。でももう、本当に、なんかもう、言葉が出ないですよね、すごすぎて、本当に。続きまして、次の作品行きましょうか。いきますね。ドン。こちら。ドン。はい。犬マロさんが書いていただきました。シエル君とシエカちゃんです。はい。はい、おお。かわいいですね、本当に。僕、シエカ、シエルペアをの絵を見るのは初めてです。僕も初めてかもしれない。ですよね。
はい、すごいな、この可愛らしいシエカの表情からのヤンデレが飛び出してくると、まあ、でも普段この明るい子がいきなりヤンデレになるっていう恐怖感もやっぱいいんじゃないですか。いいね、制服ってところもいいですね。でね、ちょっとシエル君がネクタイちょっと緩めてね、首元をちょっと開けてチャラ気を出してる。チャラ気を出してる。シエカ、シエカ隣にいるからちょっとチャラくして、チャラくして、かっこよく見せてよ。こんな感じで、チャ。こちらもですね。まあこのシエルっていう、まあ僕もこの前も文字のこと言ったんですけども、かっこよくないですかこの、これ。そうですね。行きたい。もうなんかみんな、そうですね。絵もみんなお上手というか本当にもう。なんですけど、もうこの文字もみんなフォントも凝っててね、それかっこいいですよね。かっこいいな、かっこいいの書けないからな、ね、先生の才能というか、才能というか、いいっすね、うん、いいっすね、ミニスカートもいいですね。うん、うん、そこ目に行ったか、そこ目に行ったか。ミニスカートの黒足、黒足、生足はいいですね。ちょっとそこまで言うのやめとこう。はい、ありがとうございます。というわけで、飯沼さん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございました。というわけで、今回、教え出しの方終わりますけども、飯沼さん、はい、宣伝することがございましたら、はい、ぜひぜひしてください。あ、よろしいんですか。はい、どうぞ。そうですね。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、イザナムです。ですね、まあ、YouTube の方で実況活動させていただいておりまして、最近は何だろう、影の塔というゲームと、あと、ゼロの新のちょっというゲームですね、ホラーゲームと、あとは、マインクラフト、一人暮らし始めました、ひとくらっていうんですけど、こちらの方で実況してますので、はい。でもひとくらの方にもシェル君にも出てもらおうかなっていう。本当ですか、ありがとうございます、はい、ね、出てくれるかな、いいともっていう話じゃないんですけど、そういう番組があっちゃう、毎回番組があっちゃうんで、しかもあれですね、奇跡的に第1回もいいともの話してたっていう。え、そうです、そうです、すごいいいとも好きですね。あの1回目ちょっと見てたからやりたくなっちゃった。本当ですか、すいません、大丈夫です。はい、はい、まあ、というわけで、ネオさんの方もいけたらなと思います。はい、URL こっちに貼らせていただきますよ、また。はい、下の方もね、フォローしてくれればな。はい、嬉しいな。チラッチラ。チャンネル登録もね。チラッチラ。チラッチラって。というわけで、はい。お疲れ様でした。というわけで、今回ですね、ゲストはイザナムさんでした。はい、では、ありがとうございました。お疲れ様です。See you! 動画の最後ですか？少し、シエラジの方でお伝えできなかった内容がございましたので、紹介させていただきます。ですね、今回、ゲストの伊藤さんに、次週の内容、まあまあ、トークテーマというのを頼んでいませんでしたので、そちらの方をですね、ちょっと、さっき伊藤さんと一緒に考えましたので、紹介させていただきます。コメントもですね、こちらの方の内容の方のコメントをしていただければ幸いでございます。フリートークの方ですね。フリートークの方が、ありがたい内容ですね。シエル君の、まあ、私実況者シエルの動画での一番のお気に入りというわけで、こちらはですね、結構コメント、そしてゲストの方が何言ってくれるか、とても期待ですね。それをまた生かして、他の動画も作っていこうかななんて思ったりとかもしますので、ぜひぜひ、コメントも書いていただいたら嬉しいです。続きまして、もしも〇〇ならっていうのはですね、こちらはまたぶっ飛んでる内容といいますかなっていうかなんですけども、もしもケチャップならというわけで、ケチャップでございます。まあまあですね、調味料だったらという、こう、超奇跡的な内容なんですけども、これはもう、コメントのネタ勢たちは、よし、考えてやろうじゃないかと思ってるんじゃないでしょうか。はい。というわけでですね、少し内容の方が、お伝えできなかったところは深く、反省しておりますので、
ぜひぜひコメントの方書いていただければ幸いでございます。それでは、いい夢を。